はい、どうも大河です。このままだったらバルキリー1000行くんじゃないの？どっちか。もしくは両方で。ねえ、でしくんさんも超強いから上がってくるだろうし、そう、この3人やばそうっすね。というわけで今回はバルキリーやっていきます。またね、第3に抜かれてるんで、また追い抜き返せたらいいかなと思います。また同じくバルキリートレンドでやっていきます。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきまーす。やばいキャラ来たぞ、やばいキャラが。オークだ、オーク。オークかー。困ったな。なんでこんなトレントバルキリーの時に苦手なキャラばっかくるんだろう。ちゃんと児玉行きたいですね。一応児玉優先枠にしてるんで、はい、オーク用にね。オークがどうしても苦手だったから児玉優先枠にしたんで行きたいですね。最悪足引けなくてもいいから児玉行きたい。おっ、いやでもね、これは弱すぎていかないの。もうちょっと回して次の児玉にチャンス。さすがに弱すぎた。アンブラは児玉チャンス、児玉チャンスできないかな。もう行きましょうか。普段すごいよね、キャラ数やっば。キャラ数がめちゃめちゃひどいんですけど、児玉にかけます。あとワンチャントロール頑張ってください、お願いします。とりあえず削れないわ。開幕出せるか、出せられるだけ。まあしゃあなし。さあとりあえずバルキリー引き目、児玉、チビブルー。さあ行ってこい、トロールも行け。さあ OK、 いいよ。さあトリでワンパン注意、取ってんのでかい、素晴らしい。やってもらおう。オーケー、いいよいいよ、偉いよ偉いよ。さあまずサイクルいきましょうか。一応ね、食らわないんですよ、この辺取って最前線。あ、オッケーオッケー、負けるよ。あ、そうか、あいつがいたからか。さあチベズルいきましょう。ああ、取りで、取りじゃない、相手欲しいですか。どうでしょうか。取っていく、素晴らしい。さあ、児玉奪いまくれ。何がやばいって、なめこがいるので。お。あ、まあ、なめこ出してくるよね、多分ね。まだ出してこないかな。ここでね、切るのはちょっと危険だな、さすがに。えらい、こいつはいい、もういいよ、えらいよ、いけいけ。やはり対奥に児玉は正義だな。さあこれ横から入るよ。 OKOK、 いいよ。さあダメージ入ってる、干渉は無理っすね、絶対に。この数じゃよく勝ったんじゃないですか。キャラ数めちゃ少なかったけど頑張ってましたね。多分ナメコがトロールをね、トロールがナメコを使わせてくれたんじゃないかな。ナメコとエルフ引かれたからバルキリーマジで使ったけど、何度か頑張ってくれた。あれ同率維持だった、これで。ただ点差キーはやりたくねえな、相性悪いしな。オークミノガか、行くか行くか。まあ同率だしな、オークミノガか。いや、クイーンビーもワンチャンあるな。クイーンビー虹だったな。怖いな、クイーンビーだったら。クイーンビーだったら普通にワンチャン負けるんで、超怖いですね。まあ、トレントはバレたでしょう。最後のなんかこう、手つるやついないしな。クイーンには有効だけど、オークが見れない。オークを見たい。オークを見たいな。妥協ライン、いやこれやばいな。ちょっとあのリースがね、クイーン B にクソ弱いんですよ。ボコボコにされるんでマジでやばい。どうかなって感じ。これ勝てればでかいですけどね、結構きついと思う。すごい相性が悪い。
まず多くが止まんないね、これ。この札は。さて。あれ、出てくるのは当たりました。早速そいつですね。ドーン、ババババーン。オークどんだけ硬いのこいつ、やばくない？全然死なないじゃん。ロックマンがあの呼び気オークマタンゴ、めちゃめちゃ硬いな。相手の札、しかも二次エルフ、これは無理だ。これ狩られますね。守れないんでこのまま。なるほど、とりあえず倒した、わかんないんでリリースいきます。スキルはよ、ほどスキル大事、スキル大事、スキル大事、スキル大事。これ後ろどうしようか、マジで相打ち、まずは相打ち。でもさ、これさ、いろいろ言いたいんだけどさ、多くでも無理すぎだろ、クソゲーじゃん。なんだこれ、バルキリーに頑張ってもらうしかないですね。バルキリーが、バルキリー引いてよかった。で、あといつクイーンに来るかっすね。ミノラなのかな、どうなのかな、わかんないですけど。え、待って、嘘でしょ、最悪これクイーンに来るんじゃないか、クイーンじゃなかった。ドローにしたいな。あぶねー、あぶね、あぶねー、あぶねー、あぶねー、めちゃくちゃ危ねえ、危ねえ、怖え。さあ今現状ね、バルキリーはね2、1位ですね。もう頑張っていきましょうか、追い越したい。本気でやめてほしい。次、あの過去にフェス優勝してるポパイさんでゴスなんすよ、ゴス。多分ゴスバルだと思うんだけど、だからマジできついからさ、ゴス本当に相性悪いんだって、やめてほしいな。やめてほしいって言ったらマッチングが運なんであれなんですけど、ゴスでしょ？どうすんの俺？何引けばいい？いやーまあ行くか、ケルベだから。砦前ビートルでカットして、流しはケルベでカットしたい。金鉢だからやれるでしょ。さて、あ、問題はバルガ。対空引かれてる時に倒しきれないから、トレンとかで普通かもしれない。最悪白前バルガする。チャリバルガじゃない。白前バルキするけど。そうなんですよ。フェス優勝者なんですよ。猫2体いっちゃうかも。開幕のアスパケ大事、勢いに乗せたいから、もう最初から2体 OK、 全部だ、素晴らしい。第1は1体、いいっすね。引けるべ、引けてよかった。ポックル引かれてなければだけど、うんね、ポックル引かれがちなんでちょっと怖いっすよね。さあこれでボスが来るか。ボスは来ない。あ、うまいっすね、ボスの位置が。マジか、それはうまいな。でバールが来る、さあバルガが来る、さあバルガ来る、これやれる、 OKOK いいよ、まずいよ、おいしいおいしいおいしい、またまずいおいしい、しないから。バルキリーはほぼ食らない、 OK、 これでかいよマジで。落ちるかな、これで落ちたけど OK で、タイミングが完璧だったけど。さあこれ、これ相性すげえ有利ですね、これ相性めちゃめちゃ有利、行こう、これめちゃめちゃ相性有利、これいけるぞ、勝てるぞ、これ完勝いける、これは完勝いける、相性めちゃめちゃ有利、これいったね、 OK いきましたね。
相手がね、対空引いてなかったらマジでかい。もうコスないですもんね。それでよくない。噛みつけ。OK、ナイス。バルキリーが食われて前線に行ったから、出てきた場所から、まぐってるしろ。さあ、いい感じですね。これで、もらえたら嬉しいな。ゴスキック難しいから、もらえたな。どうかな、どうかな。美味しい。戻ろう。はい、というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。まず、バルキリーが1706、バルキリー1706、そして、バルキリーのキャラ強 P が990。いい感じですね。だいぶ伸ばした。そう、なんだろう、まあ、ダイさんがどんな方か分かんないけど、さっきね、追い抜きあったから、バチバチやりましょうよ、誕生したから、そこまでいったら、同率あれだなと思って、抜くかっつって、追い抜いてしまった。はい、というわけで、990、1000いきそうっすね。まあ、あとは、ダイさんと、たぶんメシクルさん、分かんないけど、僕もマスクでできるから、たぶんメシクルさん、白レベル的に、そう、が、追い抜いてくれば、またやるしかない。というわけで、あとね、またね、カエルもね、抜かると思うんですよ、そろそろ。まあ、カエルは後回しにして、トレントはですね、こんなんじゃ意味ないんで、トレントをね、950、まあ、900以上かな、にまでね、やっていきたいと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。